権藤博史、20世紀に中継ぎローテ、バント拒否、一球外し拒否して優勝しました。有能すぎないか。中継ぎローテと買いまでさえほとんどの監督ができてないのに、中継ぎローテってなんや。勝ちパターンとは違うんか。勝ちパが2グループいるようなもんや。オリがそれを作ろうとしとる。ヤクルトとオリックスくらいだな。中継ぎローテ、ヤクルトも途中負けまくって中継ぎローテおかしくなったし、当時の横浜のスタメン、横浜なのにレジばかり。権藤でなくても優勝できたのでは。でも5番に OPS.6 台のお荷物を置きます。でも通算満塁ホームラン数が王とほぼ変わらない満塁男だったから。でもバント復権派に追い出されたんだよね。解説してる時にバント始めると露骨に不機嫌になるの笑う。失敗するとニコニコだし、こいつの後の森が昭和野球で見事に失敗したのもポイント高い。権藤、権藤、雨権藤の教訓。横浜ベイスターズ1998、バントしません、中継ぎ酷使しません。横浜ベイスターズ2022、バント大好きです。伊勢が毎日投げます。どうして。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。